ハローワールド漫画先輩ヒアー来たぞ、今日も来た。今日は何の話をするかというと、前回は目、絵とパッと動くとね、みんな残像が見えると思うんだけど、動きのある絵の話をしたと思う。そして今日はさらにね、大ゴマの中にそういう考えて入れるといいよねって話をしてんだけど、多分その次に考えなくちゃいけないのはつなぎのゴマ、大ゴマ、前回のディフォー回ですよねに大ゴマの話して、あとつなぎのゴマですよ。連続何も言われてもねつなぎのゴマを考えたいんだけど、その前に今日はね、また吹き出しの話をもうちょっとだけしてから、まあ、なぜならこの話を僕が忘れないうちにする。さあ、じゃあね、吹き出しにはまずいろんな形があるよねっていうことをちょっとまだ言ってなかったので、メニーバリエーション、で静かな普通の通常ノーマル、そしてこれが激しい時ストロング、なんかこうわーっとかね、叫ぶ時とかシャウト冴えてるとかはこういうね、トゲ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 やるよね。あとは他にもいろいろあるのが、そうだな、例えば、まあ、ウニフラ、これは何かというと心の声とかハートボイス絶対違うんだろう、ね、みんなボイスですよねにウニフラ、これウニイコールこれインシー、これはジャパン寿司ネタに似てるからウニフラね。そしてフラッシュは多分フラッシュピカっていうやつね、クワってなるのをどうもジャパニーズ用語でしょ、これ特性違うかな、英語かなフラッシュ。あとは他にもあるのがデタフラ、このデタフラはもっとこう濃いやつね、デタフラこういうような内側にもこうあったり、これがデタフラねですよ。これはちょっとまあ黒いところが多いからデタフラなんじゃないのか、デタっとしてる、デタイズブラックっていうことです、ジャパン的にはね。そうだな、より激しい感情とかはねこれを使うわけ、ストロングハーティフルボイスはこれですね。だけどね、これあんま今使うとね、もう割とねギャグっぽくなるよね、なんか漫画太郎先生みたいなね、まあいろいろあるよっていうことでよろしくて、今回僕が話したかったのは心の声の話をしたくて、それは何かというと、このこういう表現って結構ない、じゃあキャラクターがいたとして、普通のボイスだったらこう、これくちばしっていうんだよね鳥、これくちばし、ジャパニーズくちばしで、これがハートボイスの場合にこんな風になるよね、こうポワンポワンつって、でこういう表現もあれば、あとはそもそも何にも枠なしで心のボイスを書く、例えば I'm hungry あんのかな海外でわかんない、でもジャパニーズだったらあるのね、この吹き出しなしでもうこうやって直接文字書く。あとはさらに言えばこの他に四角バージョンもある、 I'm hungryスクエアで、これって全部ジャパニーズ表現として、うーん、記号として、なんて言えばいいんだろう、記号デフォルメ、うん、違うかななんだろう、ルール、こういう表現とかこういう表現、こういう表現全部心の声ですよっていう、ジャパニーズなら漫画カルチャーなんだよねこれって。じゃあこれってどう使い分けるのと、どういう時に融通するのかっていうのをみんなお伝えしたいんだけど、まずそもそもこれ面白いなと思うのは、順序としてナッシングですよね、何にもないとサークルでこういうのとこういうのでは、誇張の表現としてもうダメだっていうね、誇張の表現順としては、まあ、こっちなんだ、だからこっちの方がよりストロングなんだ、こっちはウィークので、例えば弱い心、なんかちょっと熱いなみたいな、今サマージャパンイズサマーです、ベリーハートみたいな熱い時にこれならいけるんだけど、弱いウィークボイスだからベリーホットとかこれ全然いけるんだけど、多分ここでベリーホットって言うと、そんなつぶやきこんなに誇張して言うみたいな、ちょっとしたおかしさが出ちゃうと思う。だからすごい重い言葉とかの方がこういうところは映えると思う。つまり愛は何より強いみたいな、 Love is strong みたいな重い言葉はこういうのでも全然大丈夫だけど、逆に言うとそういう重い言葉をこっちで言うと合わないこともあるかもしれない、誇張としてみるとね、重いヘビー表現よりシリアスってこと、そうそう、よりシリアスナイスナイス
セリオン、そういうね、アルファベットの覚え方するのが非常に良くないっていうなんだけど、これがまた混ざりやすいんだけど、逆に言うとこれは吹き出しに近いじゃないですか。これ吹き出し、普通の言葉にボイスに近いんですよね。ニアリーボイスなんですよ。なので順序として考えると、これ吹き出しじゃないですか。でこれが心の声、ハートボイスじゃないですか。でさらに枠なしで、こう四角である、これは今度はこっちの順に行くにつれてですね、心の声なんだよね。これって心の声に近くなっていく。これってもう発言ボイスなので、こんなもんは嘘も言えちゃう、ね、This is lie の可能性ある、ねね、でも徐々にこれはまあ lie も言えるかもしれないけど、どん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 こっちに行くにつれて心の声に近づいていくので、こっちはもうこれ、この表現だと、もう嘘はつけない、 No lie ですよこれは。だからより内側の声が入っていくっていうのがこれで、これに関してはもうこれになってくるともうナレーションに近いのね。もうナレーション、もう物語を超えてきてる、はいだからこれってもう物語を超えてさらに読者に届けている内なる声になるんですよね。なのでもうこんなところで絶対嘘をつくことはできないことも考えて、2つのことを考えて今回どれがいいかなみたいなのを考えるといいのかな。じゃあ日本氏、何か質問は？ノンのやつ、ノンのやつの先生が言ってるのって、うん、普通にちゃんと社食で打ったノンのやつです、ね、そうそう、社食で打ったノンのやつ、うん、で、そうそう、だからここにね、I'm hungry ってこうやって入るのは若干おかしいんですね。誇張表現として重めのシリアスなワードが入るから、 I'm hungry をここで言うと、まあ、あり得るけど相当重いぞと。本当に私は腹が減っている、なんだろう、もう本当ナレーション的な入りでそれを言うんだったら全然ありなんだけど、ちょっと軽く言いたい時にはこれはできないってことだっていうのもあるんだけど、まあここら辺のことは多分もしかしたら他の人は異論反論あるかもしれない。これ This is lie の可能性あるから、あの異論反論ある人はコメントください Please comment me っていう感じ。ここら辺ね、やっぱり迷っちゃうと思うんだよな。まとめ、適宜シリアス度合いと本心、リアルボイス、知るかな、トゥルーボイスだよね、うん、そう、これトゥルーボイス、ほんとそうなんだよ。セリフっていくらでも嘘つけちゃうからねっていう感じだ。で、多分まだまだ聞きたいこともあると思うんで、クエスチョンプリーズ。じゃあまたね。じゃあみんな、画面右下とになんかサークルも出るようになった。サークルでもいい、いいねボタンでもいい、プリーズプッシュ。あと画面下にもレッドボタンプリーズプッシュ。あとはファンボックスできた、メイクファンボックスサポートプリーズアスお願いいたします。じゃあまたね